谷口藤夫は、日本の仏教学者、名古屋女子大学教授、愛知県名古屋市生まれ。仏教系の高校に学び、永遠寺での座禅会に参加するなど仏教に関心を持つようになる。東海高等学校を経て、1981年、名古屋大学文学部哲学科卒業。名古屋大学大学院、大学院文学研究科修士課程修了。 1988年、同博士課程修了。大学院時代に2回インドへ留学し、チベット仏教への関心を深める。玄関総言論を中心に、チベット仏教に関する研究を進め、1991年に玄関総言論における玄関により、名古屋大学より文学博士を取得した。名古屋女子大学文学部児童教育学科講師と、 なっていた1997年に日本インド学仏教学会賞を受賞。後、文学部日本文学科助教授、文学部国際言語表現学科教授と承認するも、2012年4月、助手に公認。2012年7月、名古屋傍女子大学漫画チックと表記したブログ投稿を理由に解雇されたため、同年9月下旬に復職と損害賠償など、 1> 約1300万円を求め、名古屋地裁に提訴した。学園側は、書き込みは名誉毀損として、約1000万円の賠償を求めて、谷口を提訴した。2014年9月18日、名古屋地方裁判所は、解雇取り消しと、約2200万円の支払いを、腰玄学園に命じたが、学園は控訴し、2015年4月30日の、 名古屋高等裁判所も一審判決を支持したため、さらに最高裁判所に上告した。2016年6月20日、最高裁判所は上告を退けに新判決が確定した。この結果、2017年4月、名古屋女子大学家政学部生活環境学科教授として5年半ぶりに教団に復帰した。谷口は、 ダライラマ14世の著作の翻訳も手がけている。ABCD 玄関体験の研究。木の国屋書店。2012年7月22日閲覧。AB 谷口自己紹介。谷口不二雄。2012年7月22日閲覧。玄関総論論における玄関。谷口不二雄。国立国会図書館。2012年7月22日閲覧。 日本インド学仏教学会賞歴代受賞者一覧。日本インド学仏教学会。2012年7月22日閲覧。J グローバル谷口富士尾。科学技術振興機構。2012年7月22日閲覧。解雇したい人を追い詰める大学の追い出し平野の実態あえら2013年7月8日号。 中日新聞2012年10月16日、元教授の解雇取り消し命令地裁判決、名古屋女子大の学校法人に、読売新聞、中部長官、名市内、P27、読み出す歴史館にて閲覧、名女大川に、交際追加支払い命令元教授解雇訴訟、中日新聞、谷口教授を支援する、会ブログ、 元教授解雇無効の判決確定から http コロンスラッシュスラッシュ www3.nhk.or.jp スラッシュ tokai-news スラッシュ20160621スラッシュ 3317831.html ありがとうございます。